背番号47のユニフォームに身を包んだ笠原翔太郎投手。2016年に新潟医療福祉大学からドラフト4位で中日に入団。去年は DeNA でプレーし、プロ通算で11勝を挙げました。その後、台湾のプロ野球チームに所属しましたが、活躍の場を求め、地元でのプレーを決断しました。投げてる姿を新潟の方々に見てもらえるように、しっかり投げたいなと思ってます。笠原投手は、あさって土曜日に長岡市で行われる楽天戦で先発マウンドに上がる予定です。